はい、おはようございます。令和も釣りは楽しく真剣に、今回はですね、伊豆の伊東港の第二三好丸さんに、いよいよ冬本番になりましたけれども、このタイミングで楽しくなってくる鬼カサゴ釣りにやってまいりました。じゃあ今回のゲストですけれども、諸々の釣りでは一応弟子なんですけれども、この釣りではもう私の師匠であります石塚くんです。おはようございます。おはようございます。師匠、いや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 、おはようございます。またご一緒できまして、よろしくお願いします。石くん、こっちは、うん、はい、こっちはね、鬼カサゴは初めてです。あ、初めてです。西は結構、西は結構駿河湾の方ではちょくちょくはやらせていただいて、はい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 、うん、やってます。まあ僕はご存知の通りあまり重たい釣りが苦手なので、そうですね、もう前回の連載のブチ先生のタイミング以来の水深 200m の釣りです。イメージ的には水深はちょっと全然違いますけど、はいはいはい、カワハギとかね、その根回りにいる魚だと思うんですよ、鬼カサゴ。ただ結構ね、餌だったり、そうですそうです、いろいろ誘いだったりで、はい、まだまだいろいろご指導いただいて、とんでもございません、とんでもございませんよ、本当に前回も結構苦しいな思いがあるんで、まあまあまあ、今ね、投げもいいですし、天気もすごくいいので、ね、最高です、最高ですよ。頑張りましょう、頑張りましょう、よろしくお願いします、はい、お願いします。頑張るぜ。はい、いよいよポイントに着きました、はい、ここは不登記？不登記ですね、うん、うん、また200ぐらいかな、水深200か、まあ150から200ぐらいを超えたりしたりしてると思います。よし、じゃあやってみますか。とりあえず頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、よろしく、お願いします。投入、よいしょ、よいしょ、ほら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 、おお、来た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 、おめえか、ほらほら、ほら、鬼っぽいっすよ。ちょっと上げましょう、欲張らず上げましょう。まずは、まずは顔見とこう、まずは顔見ときましょう。ちょっと最初の引きはね、鬼っぽかったですけどね、まあいろんなゲストがいるのでどんな感じで当たったの？もうね、重りはトントンとこう、うん、固定、海底を叩くようにして、で、まあ誘いをゆっくりかけてたら、もうガガ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 、このメタリア、メタリアな中深場いいですね。いいね。これ今日150号使ってるんですけど、結構ね、誘いやすくて当たりもはっきり出るんでいいですね。おお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 おサメっぽいよ。なんだろう、フグかな。お、ほら本米。うら、観光。観光と鬼と。めでたいめでたい。すげえじゃん。でけえ。どうでしょう。素晴らしい。見てください、このカンコゲット。宮田さんも本命何も引かねえんだけど、ちょっとね、正直これ不安でした。サメじゃねえのかな。ちょっとそんだけでかいとな。そうですね、でもほら、上げてみないと分かんないんですよ、釣りは。なんだこれ、本命だ。うおー、ナイスナイス。おー、いい鬼だ。やったー、ほらーほらー。お兄ちゃん本命よ。そうです、やったあ、俺のマルヒエさん、マルヒエさん秘密のマルヒエさん言っていいの？いいですよ、師匠から。はい、カンパチの皮です。
ゼニスのカンパチですね。カンパチの腹、うん、皮を、うん、そう餌に使ってるんですけど、実はもうマルヒ餌で、マルヒじゃなくなっちゃいましたけど上っ張りの方に食っとった。よく釣れるんですよ。金目も根魚も。へー、来たよ。あ、外れたか。いや、鬼じゃないですか。鬼途中で引かなくなるんですよ。当たりはね、結構いい当たりで、ちょっと置き竿気味に糸が結構こう、はいはい、後ろに後ろに取られるんで、ちょこっと待ってたらここ、ここって入ったから、このコンセプトゲームの P もいいね。いいですね。で、結構たまるもんね。そうそう、 HH 今硬いタイプやってます。まあ重り150なんで、こんな感じで、なんかいろんなもんに使えるね、これね。使えますね。おお、きれいきれい。なんかね、やってるといろんな釣りが全部カワハギ釣りかマルイカ釣りに集約されちゃうみたいな。ちょっと持ち上げてゆらゆらゆらしてます。ちょっと持ち上げてゆら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 で、重りが立ってついたら重りドーンドーンドーン、ただちょっと切ってゆらゆら、今ちょうど駆け上がってんのかな。ノンストップバイブレーション。山田さんよくできるね。重りつけてんの？重りつけてサブだけ。重りつけて船が揺れてるとこういう風に。あ、なるほど、そういうイメージね。そうそう。よしっと。今結構糸がたるむので、カーブホールカーブホール気味にずっとトーントーントーンで、船下に来た時にちょうど置き竿に しようかなと思って、その時にこうやって来てちょっと送って待ったんですけどね。あれ、鬼カサゴも真ん中で引くの？引きますね。赤物じゃないの？赤物も引きます。赤物真ん中で絶対引くよね。これ何にも引かないよ。何にも引かない？うん。快適イカタンね。イカタンとアナゴ。アナゴね。やりやした。レギュラーよりちょっとちっちゃいくらいかな。はい、石君お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。いい、とんでもない。しょう、しょう。とんでもないですよ。わらわら。いやいやいや、けど朝はね、モーニングでバタバタっと船中釣れて、で一投目からいきなりダブルで、ねえ、うっかりちゃんと乗ってうっかりやつと、でその後僕もね釣れたし、モーニカサゴはね食べて美味しいからね、めちゃくちゃ人気ですよね、東京、この東京湾でもね、関東でもね、もうね、釣り方もねそんな難しくないと思うんですよ。そうです。まあ基本はそこをね、そうキープして、ちょっと切ってた方がいいのかな。逆にそう、そういうのもありますね。あんまり重りズルズルだとやっぱ根がかりしたりリスクも高いので、重りをちょっと浮かしてこう探りながら、で当たりがあったらまあ1匹かけてそこで追い食いを待つかどうか、待ちすぎると根に入るし、楽しいところでね、うん、そう。まあいずれにしてもね、今シーズン、これからシーズンインということで、春先まで釣れると思いますので、ぜひぜひ皆さん、はい、鬼カサゴチャレンジしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。